奥の矢志を夜のプラットフォームは奥の矢志を作詞、服部良一作曲の歌謡曲。1947年に二葉明子が歌って大ヒットし、彼女の代表的なヒット曲の一つに挙げられる歌であるが、もともとは阿波谷ノ子が吹き込んだものであった。当初は1939年公開の映画、東京の女性の挿入歌として阿ワが吹き込んだが、 出生する人物を悲しげに見送る場面を連想させる歌詞があるとして、戦時下の時代情勢にそぐわないと検閲に引っかかり、同年に発禁処分を受けた。その2年後の1941年、I'll Be Waiting というタイトルの洋版が発売された。作曲と編曲は、R. ハッターという名前の人物が手掛け、作詞を手掛けたビッグマックスウェルが歌ったのだが、この曲は、 夜のプラットフォームの英訳版であった。そして、レオハッターとは、ハットリリョウイチが自身の名をもじって作った編名で、ビッグマックスウェルとは、当時の日本コロンビアの社長秘書をしていた、ドイツ系のハーフの男性の編名であった。この曲はヒットし、戦後もプレスされていった。当時を代表するアルゼンチン単語の楽団ミゲルカロー楽団によって、レコーディングされた。その後、 1946年7月9日、双葉明子が日劇の舞台衣装のまま一発で吹き込んだ。時間にして12分弱であったという、ニュバージョンは大ヒットした。ありがとうございます。